はい、皆さんこんにちは。女性の 95% 以上がストレッチしてる。はい、今日はですね、名古屋の境というところでロケなんですけど、男性って結構まあ一人エッチというか、まあ自傷行為、まあ僕の出産なんかもほとんどそればっかりで、一生を置いていく方がほとんどの出産なのかなと思うんですけど、実はね、男性だけじゃないんですよ。一説には一人でやるときも誰かとやるときも女性は男性の5倍くらい気持ちいいらしいんですよね。なんでそんなね、5倍以上気持ちいい感覚を持ってる人がやらないわけないだろうと思うんですよ。やってんだろうと。女性の人も必ずやってるはずなんで、一応一説では 95% はやってるというデータがね、もうデータとして出てるんで、今回ね、この名古屋の境という町でストレッチ、もうズバリもうストレッチやってますから、なんか普通に聞いていって、すごいなんか批判食らっていきたいと思います。すいません、ちょっと今日アンケートでちょっと協力いただきたいんですけど、はい、動画なんですけど、モザイク先に言えば大丈夫ですか？はい、ちょっと突っ込んだアンケートなんですけど、今女性の人で一人エッチしてる統計を取ってるんですよ。週、例えば週どのぐらいで一人エッチしてるか。週3 週3ってもうそういうペースなんですか？週4になってる。週3 週2にもないです。週3なんですよ。週3です。あ、それと彼氏さんが言ってる。はい、週3ですね。わかりました。一応モザイク処理するんで、はい、はい、これ出ちゃうと多分やばいんで。週3ですね。もう一回確認します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ちょっとアンケート取ってて、女性の方が一人エッチをしてる割合をちょっと調査してまして。あ、私はしてないです。彼氏さんはいらっしゃらない？あ、いないです。キスもしたことがない。おっと、なるほど。あ、じゃあこれからですね。はい、じゃあ続いて調査します。はい。ないですね。あ、ないです。あ、わかりました。興味ないですね。あ、ないです。これは一応モザイクかけるんで大丈夫ですか？はい、はい、ありがとうございます。すいません。あ、すいません、ちょっと今日アンケートなんですけど、女性がこれ動画なんですけど、一応モザイクかけるんで、はい、週に何回エッチしてるかって統計だけ今取ってまして、保険タイプなんですけど、はい、まあ、してると思うんですけど、その回数だけちょっと統計取ってるんですよ。あいや、大丈夫です。これちゃんとした、はい、2017年の版なんで。どのぐらいの割合でやってますか？週2ぐらい。週2ぐらい。あ、やってんだ。週2ぐらい。1だったり3だったりもします？まあそうですね。あ、ちなみに彼氏さんはいるんですか？あ、なるほど。いなくて週2だったらまあ優秀ですよ。それは優秀な方だと思いますよ。はい、自信持ってていいと思います。はい、じゃあ週2ですよ。週2です。ありがとうございます。すいません、ちょっとアンケートなんですけど、ちょっと真面目な統計のちょっと改定が出たということから、はい、で、女性がどのぐらいの割合で一人エッチしてるかっていうのが今回から授業に取り入れられるんですよ。はい、もう授業に、まあ、はい、もう厳密にも入ってるんですよ、授業に。その2017年の統計がいいってことで、はい、どのぐらいの割合でやってるかなっていうのが聞きたいんですけど、すみません、ちょっと笑っちゃって、はい、私はやってないです。あ、やってないですか？これは恥ずかしいからとかじゃなくて、本当にそういうのがなんか苦手で、やってないですね。言わない、言います。やってないですね。はい、なるほど。あ、で、ないです、一回もないってことです。ないです。彼氏さんがいたりしますは、いないです。あ、そういったことがないってことですか？そういった、彼氏、そうですね。あ、今までチューしかしたことないんですよ。出た、今日2人目だ。あ、本当ですか？あ、じゃあこれからですね。はい、これからですね。また、中小企業者はい、楽しみたいと思います。そうですね。あ、いろんな意味で楽しみです。はい。あ、なるほど。そうですね。まあ、もう大丈夫なんで。ありがとうございます。すいません、ちょっと今日アンケート取ってまして、統計で女性が一人エッチしてる割合っていうのは今ちょっと名古屋市で僕お客さんで撮ってるんですけど、はい、どのぐらいの割合で一人エッチしてるかなって。回数、例えば今週だと週何回ぐらい、週何回か、はい、平均的でいいですよ。毎日毎日やってます、はい、いや、大丈夫です。見てるの男性なんで。これ一応 YouTube で撮ってます、はいはい、男性は毎日やってます。男性は1日2回3回、僕の視聴者はみんな2回ぐらいやってます。あれ1日1回ですか？平均的に1か2回かみたいな。やばいっすね、2回もあるんですか？それやばいっすね、マジで。めっちゃ、だってめっちゃ綺麗ですもんね。だって彼氏さんもいますよね。あ、います。あ、彼氏さんいるんですけど、はい、やるんですね。へえー、すごっ。あ、そうなんですか。それ今日って、今日は今が帰ってからですね。